理科室。理科室で彼女を待っていた。理科室は暗かった。やや散布もあった。人体の骨格標本が奥に白く立っていた。外の元気な声は陸上部の練習だろう。戸棚には怪しげな薬瓶と実験器具。緑色に濁った水槽、空気ポンプの音。いつまでも彼女の来るのを待っていた。棒に待ち合わせの時間は過ぎていた。テーブルの上、出しっぱなしの顕微鏡。窓辺に運び、暇つぶしに覗いてみた。もう、遅かったじゃないの。こちらを見上げる彼女の怒った顔。